FFI 開催地ロシアへの出発は2日後です。稲妻ジャパンの皆さんは海外への出発の前に渡航手続きの書類提出を行ってきてもらいます。これから海外に出たらさらに激しい戦いになるだろう。それぞれの学校に戻り、今のうちに骨休めでもしてくるといい。皆さんがアジア予選を勝ち抜いてきたご褒美も兼ねていますよ。本当ですか？やったー。あいつら元気にしてっかな。会うの久しぶりだしな。学校に戻れるのがそんなに嬉しいか。喜ぶのが普通じゃない。お前はどうすんだ。王帝月宮はサッカー部解散になったんだろ。ああ、僕もこの代表の戦いが終わったらどうするか考えないといけないね。親分、渡航手続きなら僕がまとめてやれるのに、なぜみんなにわざわざ帰らせたんですか？旅立ちの前に彼らには済ませておいてほしいんですよ。親しい人たちとの別れをね。ダイブタイム乗ってやるぜ。ダイブタイム、あの日見た夢をずっと追いかけてきた。最初は小さな物語だった。汗をかいたから、諦めなかったから、仲間を信じたから、元気かな。あ、来た来た、みんな。ノリカ、みんな、ただいま。おかえり。試合全部見てるよ。久しぶりだな、みんな。お前たちの活躍は嬉しいぞ。ありがとうございます、キャプテン。あれ、小僧丸は？小僧丸なら自分だけで修行したいって言って、最近は部活に出てきてないんだ。早く代表に追いつこうと焦っているのかもな。小僧丸。ひより、これはお土産だ。え、僕にですか？川口湖の近くで買えるご当地熊蔵のキーホルダーだ。はい、どうだ。嬉しいです。灰崎はどうした？あいつなら水晶の方へ行きました。そうか。野坂さん、学校に戻ってどうするんですか？その質問はサッカー部のない王帝月の宮に戻ってもしょうがない。この辺にはうまい焼きそば屋があるので、そっちに行くべきでは。そういう意味かな。はい。サッカー部はなくとも僕たちは王帝月の宮の生徒だよ。ちゃんと戻って挨拶くらいしておかないとね。今日は代表組にサプライズがあるんだ。サプライズ？雄一郎。キイちゃん。うん。親父。ばあちゃん。君たちが帰ってくるということで、ねぎらいの言葉をかけに来てもらったんだ。亀田コーチにしては粋な計らいですね。おいおい、にしてはは余計だぞ。アストも雄一郎もよく頑張ったな。親父、本番はこれからだよ。
期待してるぞ。はい、ザキ。あ、トゲトゲとモジャか。久しぶりにその呼び方を聞いたな。ああ、いい加減名前を覚えろ。元気でやってんのか、ハイザキ。まあな、そっちこそ俺がいなくてやっていけてんのか。まあ、多少調子は狂ったけど、それはそれでサッカーの面白みが出るってもんだよ。そうだ、お前がいないならそれをどうするかをみんなで考えるのがサッカーだ。ほう、成長しましたね、笹塚先輩、天野先輩。じゃ、俺たちの名前。あいつわざと。はい、立て、リターン。よし、オッケー、持ってて、持ってて。よし、行った。詰め、ほら、あと。帰ってきてたんだな。暇だったんで、こっちの様子を見に来たまでだ。そうか。変わったな、プレイスタイル。ああ、俺たちは新たな戦術を研究している。これまでは、お前というストライカーありきのスタイルだったが、今は組織的な攻めを見せる新たな成長になりつつあるんだ。そうか。俺が帰ってくる場所はもうないってことだな。ああ、そうか。張金雲監督からは FFI が終わるのと同時にお前の一時的編入期間は終わり、成長に戻るという報告をもらっているがな。何？俺は成長に戻れるのか。ああ、世界で存分に戦ったらここに戻ってこい。お前に次なる道を示せるのはこのキャプテン水神谷しかいない。分かってんだろ、フィールドの悪魔は誰にも飼いならすことはできねえ。お前を飼いならそうなんて花から思っちゃいないよ。俺たちはお前の居場所になってやるつもりだ。そして俺にとってもお前は俺の居場所なんだ。それが仲間ってやつか。さすがキャプテンだ。かゆくなるセリフを抜け抜けと言えるところは変わってねえな。ああ、そうだ、俺も異名ってやつを名乗ろうと思うんだ。あ、例えばフィールドの悪魔使いってのはどうだろうか。お前完全に飼いならそうとしてるよな。もう王帝月の宮にはサッカー部はない。でも僕たちが戻る場所はここしかないんだね。はい、王帝はそもそもサッカーが好きで集まったメンバーではありませんでした。でも野坂さんは彼らを日本でトップを争えるチームにした。僕のおかげじゃないよ。王帝にはえりすぐりの才能を持ったメンバーが集まっていただけさ。また彼らとサッカーをやりたいよね。やっぱり知らなかったんですね。ん、みんな。王帝月の宮のサッカー部は再開したんですよ。御堂院が失脚したことでアレスの適用が廃止され、他の学校と同じようにのびのびとサッカーができるようになったんです。野坂さん、西影、おかえりなさい。二人とも FFI 世界大会出場おめでとう。ありがとう、みんな。野坂さん、体はもう大丈夫なんですか？ああ、問題ないよ。タケミ。野坂くん、ごめん。俺、サッカー部が変わったって聞いて、いても立ってもいられなくなって、戻ってきちゃったんだ。いいんだ。そもそも君の方が正しかった。人間性を失ってまで得る力に、どれほどの意味があるだろうか。僕の方こそ君に謝らなくてはならないよ。これでやっと王帝月の宮は本来の姿になれたね。ええ、でも野坂さん、あなたは本来の姿に慣れているんですか？どういうことだい？あなたはかつて火の中に飛び込んで少女を救った。あれがあなたの本質だ。
今日の西影は訳がわからないな。現代に歴史を変えることができる人間がいるとするならば、それは野坂さんのような人ではないかと思うんです。俺はそんな野坂さんがやることを助けたいんだ。俺は最後まで野坂さんについていきます。わかったよ。僕が歴史を変える革命を起こすようなことがあれば、君に手伝ってもらうよ。はい、喜んで。ヒロト、達也、鷺沼さん、本戦進出おめでとう。おめでとう。みんなありがとう。よかったわね、3人とも。こういうのはいいんだよ。いや、3人ともすごいよ。衛星学園の花だ。埋もれ木に花が咲くとはまさにこのことだよな。意味がわからんぞ。お日様園で育った俺たちから世界に行くやつが出るなんてすごいって話だよ。うん、世界に行っても勝ってみせるよ。ああ、そうでなくっちゃ困る。父さん。親父。え、あ、最近動画アップロードにハマっているらしいのよ。どれがいいかな。みんなにはこれかな。おばちゃん。はいよ。これ9個しかないけど、もう1個ない？ああ、そこにあるしかないよ。今日はその子がよく売れるね。キャプテン直々のお出迎えかよ。ふん、お前はどうでもいい。ガゼ丸と久々に話せると思っただけだ。へいへい。帝国学園の状況は？会長に勝ちを重ね、新しい力が芽吹き始めている。そうか、軌道のいない帝国学園は新たに進み始めたわけだな。そうだ、今の帝国学園は軌道を必要としていない。俺は軌道にできないことをやってみせる。今の帝国学園はこの佐久間次郎がキャプテンなんだ。俺が帝国学園を守る。お前たちは存分に世界で戦ってこい。久しぶりだな、兄貴。珍しいな、敦也がわざわざ出迎えてくれるなんて。弟が兄貴を出迎えてどこが悪い。兄貴は白蓮中に戻るためだけにここに帰ってきたんじゃない。俺に話があるんだろう。気づかないとでも思ったか、兄貴は足を痛めている。前の試合でそれが長引くものであることを自覚した。だから俺を呼びに来たんだ。お前は世界には行けない。悔しいんだ。僕だって世界に行きたい。だけど代表には追加枠がある。なら俺たちのブリザードはまだ終わらねえ。吹雪しろ、お前は俺だ。俺がお前の場所を守ってやる。あれ、ゴーエンジ、お前ライモンには行かなかったのか？ああ、今のライモンはアストたちの居場所だ。気を使ったってわけか。お前らしいな。みんな考えることは同じか。キド、いよいよ本当の世界か。海の向こうにいる相手と戦えるんだな。ああ、しかしすっきりとしない旅立ちになりそうだな。どんな状況であれ、俺たちは俺たちのサッカーをやる。違うか？そうだな。世界にどんなことが待っていようと、俺たちはサッカーで戦うまでだ。ああ、そこで二人に話があるんだ。ん？俺はロシアには行かず日本に残ろうと思う。
張金雲監督は本気だ。本気で世界制覇を狙っている。どこまで行けるかではない、最後まで行く気で走ることが重要なんだ。俺の代わりは野坂と一星が十分に務められるだろう。ならば俺は俺の役割を果たそうと思う。お前の役割？俺はピッチの絶対指導者だ。選手の力を見抜く目はあると思っている。俺は稲妻ジャパンの追加補充メンバーを選び出す。補充メンバー？なあ、日本が世界と渡り合うにはまだ戦力が足りないんだ。確かに日本にはまだまだ戦える人材がいるだろう。わかった、お前が連れてくる新メンバーを俺は待ってるぜ。母ちゃん。母ちゃんはアストに一つだけ嘘をついてた。父ちゃんは赴任先の海外で事故に遭って亡くなったって言ったけど、実は父ちゃんは生きているのよ。父ちゃんはね、プロサッカー選手だった。母ちゃん、俺サッカーをやっていたら父ちゃんに会えるのかな。ちょっといいかな。稲妻ジャパンの稲森くんだね。あなたは世界サッカー協会の新庄さん。覚えていてくれたか。君のプレイを見せてもらったが、サッカーと向き合っている本当にいいプレイだ。私は君に大いに興味が湧いたよ。俺に？一つ聞かせてくれないか。君がサッカーを始めた理由を。俺がサッカーを始めた理由ですか？なんだろう。子供の頃から家の中にサッカーボールがあったんです。そのボールは汚れていて使い古されていました。真っ白なボールがこんなになるまで誰かがこのボールを蹴ったんだってはっきりと感じたんです。それはきっと父が残したものだと思います。父がサッカー選手だったらしいんです。らしいとは？母からは父は死んだって聞いていたんですけど、母が亡くなった後父が生きていることを知ったんです。海外チームにスカウトされるほどの実力のある選手だったらしいんですけど、海外に行くことになった父に病気がちの母はついていけなかったみたいなんです。サッカーをやっていれば知らない父とつながっていつか会えるかもしれない。最近そう思うようになりました。君はお父さんに会いたいからサッカーをしているのかね。そういうわけじゃありません。最初はちっぽけなきっかけだったけど、だんだん好きになっていつの間にかサッカーが大好きになってたんです。サッカーをやっているとどんな嫌なことだって忘れられる。胸の奥が熱くなってすげえいい気分になれるんです。それが君にとってのサッカーか。結局俺は知らない父を追いかけているのかもしれません。そうか。今の君をお父さんが知ったらさぞかし喜んでくれるのではないかな。ありがとうございます。でも俺まだまだ強くなりたいんです。強くなってクラリオみたいなやつと対等に戦ってみたいんです。ああ、君ならできるさ。はい。だが一つだけ言っておく。世界のサッカーは日本のサッカーとは全く違う。根本的に違うんだ。わかっています。レベルが数段上だってことは。そうではない。君が思っているサッカーは世界には存在しない。あ、いや、今日はやめておこう。君のお父さんの所在は私が調査してみよう。本当ですか？あ、では連絡先を交換しておこうか。わかりました。もうすぐ俺もロシアに行くよ。おお、ミツル、いいじゃん、また会えるね、楽しみだ。うん、俺も。それとさ、俺名前が変わったんだ。これからはヒカルって呼んでほしい。日本に帰って気分も変えたってことかい？分かったよヒカル。でも君、名前以外もなんか変わった感じがするね。そうかな。それとさ、日本はアジア予選を突破する予定じゃなかったはずだけど、どういうことかな？いろいろと変わったんだ。え？日本は翼を得たんだ。自由に空を飛ぶための未来への翼をね。
海はいいですね。親は本当にライモンに戻らなくてよかったんですか？いいんですや。それにしてもみんなにあんな時間を作ってあげるなんて優しいところもあるんですね。どー！ジャパンの皆さんにはたっぷりと親しい人たちとの別れの時間を過ごしていただきましょう。何しろ彼らは再び日本に戻れるかどうかはわからないわけですから。FFI 開催国ロシアへ。世界のてっぺんに立つのは誰だ。次回稲妻イレブンオリオンの刻印、ビバ世界上空。稲妻イレブン今日の格言。どこまで行けるかではない、最後まで行く気で走ることが重要なんだ。